先週、生活保護をめぐる裁判で、ある判決が下されました生活保護解除の判断は、行政庁の裁量の範囲を逸脱、乱用するものとして、違法性が認められる。生活保護はは違法これは70代の男性と 生活保護を打ち切った熊本県という異例ともいえる構図の裁判の判決争われたのは孫の収入です原告の男性は妻と孫と同居していましたが孫の看護学校進学後にある手続きを行いましたそれは世帯分離世帯分離とは 住民票に登録されている一つの世帯を二つ以上の世帯に分け、家計も別にすることです。というのも、現在の法律では生活保護世帯には大学や専修学校への進学が原則として認められていないため原告の男性は孫と世帯を分けていました。そして 生活保護世帯から外れた孫は看護学校に通い続けアルバイトや奨学金で学費生活費を賄いその後准看護師の資格を取得病院で働き始めたところ月収が十数万円に増加するとこの収入増加を理由に県側が家計を助けられると 一方的に世帯分離を解除し生活保護を打ち切ったのですしかし世帯分離は大学や専修学校で能力を身につけ将来の自立を促進することが目的であり収入の増加のみをもって世帯分離を解除するのは相当ではない熊本地裁は生活保護の打ち切りが原告世帯を困窮させ 孫の将来の自立を妨げることは容易に予測できたとして違法と判断したのですそしてツイッターでは生活保護の仕組みそのものへの疑問も進学を認めなかったらますますす格差が広が広る車がないと生活できないけど生活保護だとそれって贅沢に当たるみたい。 そう現在の生活保護制度では進学や自動車所持は贅沢と見なされ他にも腕時計などの装飾品の所有やクレジットカードの使用に制限があるなど今の社会とそぐわないルールが多いのですここからは熊本の裁判で物議を醸した生活保護制度をきっかけに。 生活保護にはどのようなアップデートが必要なのか考えますはいひるゆきさんどう見てますか その家庭の中で割とお金持ちとじゃあ、お金持ちがいるから無職だよねっていう人がいた場合にじゃあ、世帯分離ですって言って生活保護もらえちゃうっていう仕組みなんですよね、うん、今の,その熊本地裁の判決、をそんまいくと。ってことは、働いてない人、みんな生活保護もらえるじゃんっていうことになるので,、うん、で、僕はそれ賛成なんですよ、うん、なのであの日本中での人がもうそのベーシックインカムみたいにお金取れるようになればいいよねなんですけど、はい、ただ、そういう仕組みが今、日本社会で許容されるとは思えないので、うん、なので、熊本地裁の判決がそのまま高裁に行ったとき どうなるのかなというふうには思ってますはいありがとうございますどう考えればいいのかあ議論を進めてまいりますではゲストをご紹介いたしますえ、まずはあ今回の熊本地裁での裁判ですね、えー、処分取り消しを勝ち取りました原告弁護団のメンバーの安倍博美弁護士です安倍さんどうぞよろしくお願いいたします弁護士の安倍ですよろしくお願いいたします、はい、こんばんはありがとうございます、うん、こんばんは そしてもう一方、24年間京都市役所で生活保護など福祉部門を担当され公的扶助論を研究されています花園大学の吉永厚司教授です。吉永さんどうぞよろしくお願いいたします。あ、はい、よろしくお願いします。こんばんは。吉永さんは今回の裁判で原告側の意見書も書かれています。どうもよろしくお願いします。こんばんはありがとうございますえ。ではですね、早速今回の経緯を見ていきますけれども、結構、えー、ややこしいです。ただこの経緯を見ていけばですね。 え、今回のその生活保護に絡むですね。潜む様々な問題点も、お、希望になってきますから、順を追って、え、見ていきたいと思います。え、まず安倍さん、どう受け止めていらっしゃいますでしょうか?。 はいまずあの、この重要なところは、ですねこのお孫さんがです、ね、准看護師の免許を取っただけではなくて、その後正看護師の免許を取るために、看護科に進学して、まだ学校に通っていたというところなんですよね働きながら仕事もしていたとね、勉強しながらね、通いながら、はい、どうぞうごめんなさい。 つまり、ですねあの世帯分離の目的は、性看護師の資格を取るっていうところだったんですけど、その進学の目的っていうところを、あの福祉事務所がもう置いといて、えー、収入が増えたっていう、そこにばかりですね、目を奪われてした処分だというふうに思われます。ですので、世帯分離が何のためにされたのかっていうところを、正確に理解して運用されなかった、結果がこれだというふうに感じています、はい、吉永さんに判決として あそう例えば、じゃあ、生看護婦を取りましたってなったら、もう世帯分離はできなくなるんですか、うん、この,親そのお孫さんの家庭の場合は。そうですねあの、世帯の自立助長のために、その就学のための世帯分離ですので、就学が終了した時点で、え世帯分離は解除されるということになると思いますまあでも、一緒に住んでたです、ね、そのいろんな資格があるじゃないですか、なんで、他の資格勉強中ですとかって言い出せば、いく,いくらでも引き延ばせる気がするんですけど、それはなんか、この資格なら世帯分離するけど、この資格はされないみたいなのがあるんですか あのこの資格ならということではなくて、その勉強そのものが世帯の自立助長に特に効果的という要件がありますので、それに当てはまるかどうかで見られると思います吉永さん、えー、これ、どう見ていらっしゃいますか、えー、ですからあの、この世帯分離はですねあの、まああの、このお孫さんの勉強保障するという意味と、 あのまあ、それ、自分はですね自分の,あの学費とか生活を全部自分で面倒を見るんだったら、まあ、勝手にしていいよっていう意味なんですね、うんはい、でそこでお孫さん頑張って性看護師であと2年ほどになったところであの条件がずっと満たされてるのに、まあ、その収入がちょっと増えたからといってね、うん、あのもうだめだというふうになってでやっぱその場合、お孫さんがもう記録で言ってますけどねあのこれじゃ学校を続けられないと。 いうふうふにもはっきり言ってるんですけどね、まあ、そう言ってるにもかかわらず、うん、県が打ち切って、廃止をしてしまったというところが最大の問題だと思います、うん、ちなみにあの、準看護師でその40、40,50歳とかで看護師やってる人がいるじゃないですか、はい、という感じで、性看護師試験頑張ってますって言い続けて、月給50万円とかでも世帯分離は、論理上可能ってことですかいや、うん、まあ、あの <laughs> 50万というのは、ちょっとね、現実的じゃないから、準看護師で50万稼いでる人は、いっぱいいますよ。 いいやいやだから、その循看護師というのはやっぱり補助的な業務ですからね、で通常、やはりあの正看護師を目指してあの、それがやっぱりそのこの場合、お孫さんの将来とかね、あの安定した仕事とか、やっぱりやりがいというのも判決も言ってますから、そういう意味で、その将来、若い人たちの将来を保障するというところが継続してたのに、それを潰してしまったと、潰そうとしたと、結果的に。 そこが大きな問題だと思いますよ地方債の判決って割とその突飛なものが出て高裁に行くと覆るっていう可能性があるんですけど今回の判決はどうですか安倍さんが見て。 あの今回の判決は勝つべくしたかったというふうに思っています。あのこの世帯分離に関してはですね、あの生活保護の,あの局長通知っていう通知が出ていて、生活保護ってものすごく通知通達行政なんですけど、その通知に基づいて世帯分離がされてるんですけど、その要件がまだあの就学中ですので、あるにもかかわらず解除してしまったっていう特殊な事案ですので、あの福祉事務所の対応の方がかなり異例の対応。 だったと思いますですので、あの判決がとっぴなものでも何でもなくてあの、通知通達違反という、まあ、理屈に沿ったものでやっていただいたんだと認識しています、はい、安倍さん、ひろゆきさん、同じような事件がその、日本中で同じような裁判がいっぱい起きたりということではなく、うん、すごいレアなケースだったということですすすか、はい、レアなケースだとと思いいままありがとうござ熊本県側ですね、被告の主張も見ておきましょう、世帯分離の解除、元に戻したということね、に、えー、処分性はないと。 判断に誤りはなく、適法だと、何ら裁量の逸脱乱用はないと、判断の慎重および合理性は担保され、C も排除されていたというのが、熊本県側の主張ですね吉永さん、ここ、まあ、要は自治体側としてね、できるだけこのなんでしょう、その生活保護費出さない方向にしようっていうものがこう見えてくるんですけど、ここ、どういうふうに考えたらいいと思いますか。 まあ、あの判決でも言ってますけどねあの収入が増えたっていうところを、うん、その表面的なところに、ね、目を奪われて世帯分に解除したら最低生活費を上回るからダメだってだう、まあ、そこだけに目を奪われてあのそんなことはあの通知にも書いてないんですけどね、うん、あの書いてないにもかかわらずそういうことをやってしまったというところにやはりあの、まあ、子供さん、まあ、お孫さんのこれからの将来とかね、うん、あのおじいちゃん、おばあちゃんの生活よりも。 まあ、とにかく生活保護を廃止できるんだったらというところで、やっぱり間違ってしまった、それが先に立ったんだと思います吉永さん、あれですよね、その若いお孫さんが、看護師になって給料もらったところで、大人3人で1人で養わなきゃいけないということになるじゃないですか、そうすると、まあ、言ってもギリギリの生活というか、裕福ではないじゃないですか。 まあ確かにそうですよねだから、最低生活費いくらぐらいですか、ね、56万上回ったぐらいだったと思いますけれども、うん、ただ、それによってやっぱお孫さんがねさっき言いましたけどもう学校行けないじゃないっていうのははっきりね、うん、まあこれは本当に追い詰められたですねあのやっとあの性看護師のコース入ってねあと2年すれば資格が取れる時点で保護がまた廃止になったらですね自分が全部おじいちゃん、おばあちゃんやっていかなきゃいけないもちろんあの大事なおじいちゃん、おばあちゃんだけども 自分の将来って引き換えにねあのそれをやんなきゃいけないってそれをこう行政がやってしまったんだから。うん まあ、お孫さんにしたら、もうわけわかんないんじゃないですかね。うそうですね。吉村さん、えー、ありがとうございます。ですから、この、まあ,あ、この家族がね、受けた影響というところを、もう少し見ていきたいんですけども。生活保護が廃止されたことによってですね。その夫婦は病院に行けなくなってしまいましたと。はあ、はい。で、さらに、その孫との関係が断絶してしまったっていうんですよね。<ー>えー、このドア叩き訪問騒動ということで、うん、どん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 できたっていうんですよね。その職員がね。はあ、えー、それでも、その一緒に住んでられないってことで。はあ まあ別々になってしまったこともありますし、その孫の卒業とかあ資格取得とか進学に遅れをきたすということで、つまりその家庭環境そのものにですね、まあその人生に深刻な影響を与えてしまうような騒動になってしまったということなんですね。うん、この生活保護をめぐって、安倍さんここお聞かせいただけますか。そうですね。あのこのあのおじいちゃんおばあちゃんは結局保護が廃止されて、でも廃止される時点ですでに持病が お持ちだったんですね結構悪かったんですけどで廃止されたので医療費が自費になりますよねあの国保であとその時はお孫ちゃんの保険に入ったと思うんですけどでも自己負担があるのでそれでも病院を受診理解したりとかあの手術の費用が一括で払えなくて分割で払ったりで,でもう一回生活保護を申請されたんですねでそうするとあの福祉事務所から来た方がそのお孫さんの部屋のドアを叩いてあのお話ししましょうと。 あのおじいちゃんにいくらか援助するようにという話をするためにあの30分近くですねドアを叩いてであのもうお孫さんは閉じこもっちゃってあのすごく怖い思いを多分されたと思うんですね。でおじいちゃんおばあちゃんももうやめてくれとあの幼い頃からですねいろいろ苦労してるお孫さんっていうのをうおじいちゃんおばあちゃん分かってらっしゃるのでうもうこれ以上孫を傷つけないでくれっていうふうに言われたんですけどそれでもまだ。 叩かれたっていうこともあって、ちょっと精神的にかなり追い詰められて、1年間休学せざるを得なくなったという事情があります。うん、その熊本の職員はなんでそんなにその頑張るんですか？うん、うん、それもですね、あの、ね、本当に担当のケースワーカーさんが変わって、あの最初その方で、で別の方に変わって、またその方に戻ったんですけど、その別の方に変わってるうちはとてもソフトな。 対応だったんですけどその方にまた戻ってからがやっぱりかなり強硬姿勢になっているのでまあその方がそういうお考えなのかなという気はします、ね、でもその,、ままあ、その精神的なきつらい状態で PTSD とかですって言ったらむしろそこに関しての損害賠償の請求とかも可能になるじゃないですか職員がそこまでしてしまうのもどうかと思うんですけど。うん うん、そうですねあの、ただ残念ながら、そういった職員の方が行っておられるっていうのも、この生活保護の難しいところかなというふうに。あ職員が野放しになってるわけで、そしたら、もうそれは PTSD になりましたとかで、職員なりなんなり、死を訴えるなりっていうのは、安倍さんの方ではやっぱり難しいんですか私たちもあの、この裁判をするにあたって、お孫さんからもお話聞きたかったので、連絡を試みたんですけど、まあ、やっぱり一切連絡が取れない。 っていう状態になっているので、ご本人がその状況ではちょっと何もすることがでできないっていうとうころです日本全国で見たときの生活保護ってどのぐらいかかってますかということからまだ見ていきたいんですけども生活保護費は3兆7千億ですね。 これが年間にかかっている額ですと、えー、受けている世帯は164万、そして受けている人の数で言えば200万人ということですね、これだけの人たちが受けてますという状況で、やはりこう膨れ上がりすぎるとね、圧迫されてくる中でいうと、まあ、この3人の家族にフォーカスを当てると非常にひどい話なんだけれども、その県の職員の中で公平に基準に照らすとです、ね、むしろこの家庭はも,も,あのもらうレベルじゃないよねと。 このレベルじゃないけどもらえてない人もいるよねみたいな観点も考えなきゃいけないという公平性っていうこともあるんだろうとあのご家族が大変なのは間違いないんですけども、うん、っていうことですよね。吉永さんここどう考えたらいいと思いますか。ね、あの生,の生活保護日本の生活が非常に厳しいんですよ。うん、だからあの生活保護が始まるときはもう貯金ゼロじゃないとダメとかね。うん、あるいはその車持ってたらダメとかね。まあ原則ですけどね。だから例えば日本はだからあの保護の受給 人の受給率で言うと人口比で1.6%余りですからこれドイツやったら9%<ー>でフランスでも 10%, パ10ですねですからあの非常に日本はそういう意味では絞りに絞ったあの人数がこれなんで、うん、だからその公平性とか言っても、ね、低いレベルでこうこう低い方に合わせるみたいなことが多くってですね。なるほどうん もっと前向きに考えないとなんかになんか弁護士さんを連れてったりとか、はい、共産党系の人を連れてったりすると割と生活保護を取りやすかったりっていうのもあるじゃないですか。という形で取りやすくするっていうのを生活保護は制度が複雑になってますからねそういうサポーターがいればなんとか受け付けられるとかね、うん、まあそういうのは確かに今おっしゃる通りで、うん、そのやっぱりギャップ行政と市民のギャップがあるので。うんうん そこをちょっと埋め合わせして、もう少しこうみんながこう生活保護に、ね、近づけるように吉川さん、そのもう一つの観点は、やはりそれ、受け取りやすければあの、多くの人が救われることは間違いないんだけれども、はい、財源が本当に膨れ上がったときに、はい、その分どうしますかと、ですから他の社会保障費削って、ちょっとベーシックインカムに近い形に、どん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 生活保護を受けられる人を増やしていくみたいなイメージを取ったほうがいいですか、その分どっか削らなきゃいけないですよね。そそこははどう思いますか、まあ、日本の社会保障費はそんなに あのあの率は高くないですよ、低い、世界的に見れば社会保障の割合は低いので、うん、あのどこかを削ってどこかを増やすとかね、そんな話じゃ僕はないと思いますけどねもともと市役所で働いてらっしゃったわけですよね、はい、生活保護を断る側もやったことありますいや、それはあの残念ながら、日本の生活の制度は厳しいですから、うん、どんなに私があの受けていただくに必要な方だと思っても、通知でもうね、縛られてますからね、できない場合はできないと、お断りせざるを得ない。 これは非常にいい思いをあ吉永さんがししこの人を生活保護を上げた方がいいよねっていう人でももらえないケースっていうのがそらそら、もちろんその方が多いですよ、ね、吉永さん、そもそもあのできるだけ通すなっていう,こう圧力があるんですか、できるだけ抑えたいと、うん、やっぱり通したら通すだけあの財政的に厳しくなるよということなんで、できるだけ通さない圧力っていうものを持ってやってるのかやそ,らそんなことはね、あのうん、表向きはあのそんなことは国も言いませんよ。うん だけどあの保護を受けてる人が増えた自治体にその翌年監査に入るとかねあほうまあ、検査があるわけですよ毎年1回 1>、えー、だから、うん、そのまあ大体みんなやっぱり保護率が増えたらなんかやっぱりあの目がつ目をつけられるなとかねあ<ー>まあそういうじわっとした感じで職員を受け止めますから。はい どうしてもやっぱり保護を受けない方がいいんだねというふうにだんだんと暗黙の前提みたいになっちゃいますよね,それねうん総務省が監査をしにくるんですかいやいや厚生労働省が監査してく、ね、場合によっては会計検査でもそれでその不正なその生活保護ですよみたいなのがあるとやっぱりその職員が罰,罰せられたりするんですかいやそんな職員が罰せられるということは滅多ないですよ。 まあよっぽど故意、まあ、があったりしたら別ですけどなんか監査が来たとしては監査来たら面倒くさだけで別にそのままいつ,もいつも通りやるっていう点もあるんですよね <laughs> いやそれはやっぱり監査でチェックされたらやっぱりそれはあのー、自分たちの評価になりますから、ね、あなるほどなんんでこれ自分の成績につながりますから、ね、やっぱりみんなやっぱりあ,のある意味真面目にやっちゃうっていうような感じでしょう、ね、<laughs> その生活保護を通した方が点数が上がるんじゃなくて通さない方が点数が上がるってことなんですかじゃあ。 まあそストレートには言えないですけどなんとなくそんな雰囲気はやっぱりあるんじゃないでしょうかね。うんうん、あと現場レベルの問題じゃなくてその厚生労働省の事業に対して、まあ、会計監査員が監査に入ってこれ問題がありますっていう報告書を出すとするじゃないですかそうするとその次の、はい、年の予算年度ではその財務省がいや会,計会,検査員あ会計検査員はこんなこと言ってるよと、うん、君のとこちゃんと使ってないから予算削減しますよっていう流れなので、まあ、予算確保したい人にとってもまあ まあ現行の基準通りにやってもられば困るっていう風になってですね。うん、まあミ,ミクロでは。なるほどね。アベマプライム新興の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。